皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日はゴルフスイングの体重移動について説明をしていきます。このゴルフスイングにおいての体重移動なんですけども、体重移動を作ることによって、スムーズなスイングというのが、作ることができます。例えばバックスイングで左足に乗ってしまう、トップですとダウンスイングで右に乗ってしまう、逆に右に乗せようと思いすぎて中心軸が動いてしまう、このような動きというのは NG になるんですけども、綺麗なスイングをしている方、スムーズなスイングをしている方というのは、自然に体重移動がですねスムーズに行われているんですけども、この体重移動をどうやってですね正しく作っていくかというのをちょっと今回説明をしていきます。まず体重移動を覚えてほしいのは、体重というのはこの体の中心軸の中にいるって思ってください。というのも体重が外にこういうふうに体の外に流れていくような体重移動というのは NG になります。例えばバックスイング、このように体重が外に行ってしまう、ダウンスイングも外に行ってしまう、体の中にいるっていうのが正しい体重移動になります。体重のかけ方としてはですね、イメージはこのバックスイング上げていく際はこの右足の地面をこうぐーっと斜め下に押していくようなイメージで体重をかけていきます。要はですね、こういうふうにかけているようなイメージになってきます。この体重を真上に乗せようって思うとスウェイになってきますので、こっちサイドにですねギュッと押さえていくようなイメージでバックスイングを作るとしっかりとした下半身が作れます。またダウンスイングも同様で、左側に体重移動をしようとすることでこの中心軸からこういうふうに動いてしまう。これはですね、左に乗っているんですけども、これがパワーロスしてしまいますので、ここの状態からこちらに地面に対してギュッとこう押さえていくイメージで回転をしていきます。こういう形の体重移動ができることで、スムーズな体重移動ができているということが言えます。それではですね、どのようなイメージかというのをですね一度見てください。ここからバックスイング、右左右左で、ここの体重移動なんですけども、バックスイングを上げたところでは右足に体重が乗っている、でダウンスイングを開始する時っていうのはもう左足に体重がかかっているように意識をしてください。例えば右足に乗っている状態でダウンスイングをしてしまえば、もうこのような形で体重が右に残った、左足が伸びてしまうような形になってしまいます。バックスイング、トップを作ります。そこから体重は左に乗っている、そこから切り返しがスタートするというイメージでですねスイングを作っていくと、スムーズにスイングができます。で、一度やっていただきたい、素振りなんですけども、足踏みをしながらちょっと素振りをしていくとこの体重移動のイメージが湧きやすいので、一度やってみてください。バックスイングの時に右左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 といったイメージでですね、このような形にしていくと右側の外側に体重が大きくかかってしまうと左に移ってくるのに体がすごい動いてしまうのがわかると思いますが、この中心軸の中で右左右左右左と、素振りで、往復素振りでですね練習をしてみてください。この際に気をつける点としては、バックスイングを上げる、振り下ろす時に振り下ろす前に左についている、で手が降りてくるといった練習をしていきます。この素振りができましたら、スムーズにできましたら OK です。一度ですねこのイメージを持って普通に打ってみてください。それでは一度打ってみます。はい、このようにですね体重移動大きく、あまり右に乗せよう左に乗せようという意識はいりません。体の中で体重移動を完結させるような意識でですね、地面を踏んでいくというイメージを持ってスイングをしてみてください。気をつけてほしいのは、切り返しからのこのダウンスイングの時に左に乗っていくということをですね意識しながら練習を進めていきましょう。それでは本日のレッスン以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンは体重移動について説明をしていきます。今回ですね体重移動について2本目の動画になるんですけども、今回はこれをマスターする、体重移動をマスターするための練習方法ということですねご紹介をしていきます。実際に
ボールを打って練習していくんですけども、前回の動画でこのバックスイングを上げたダウンスイングに入るところで左足にしっかりと乗っている状態からスタートしてくださいねということをお伝えしております。この意味合いとしてはですね、バックスイングを上げて右に残っている状態ですとどうしても、回転しにくく左足が伸びるような動きになってしまいますので NG です。左にしっかりと乗ってダウンをする、乗ってから回転していくといったイメージで練習をしていきます。今回の練習方法なんですけども、まあスイングとしては肩あたりまでにしてもらってバックスイングをしていきます。この時にトップについたらちょっと足を上げてこう左足だけで足踏みみたいな形でしてください。バックスイングを肩まで上げて左足を浮かせてつく、この時にグッとこう地面を踏み込むような意識でダウンを入れていく。この時はですね、手首の角度は絶対変えないように意識をしていきます。ここから肩、左足を上げて踏む踏む踏む、でここから踏んで打つといった練習をしていきます。はい、もう一度いきます。これは何回ここで踏むっていうのは、自分の感覚で結構です。何回踏んでも結構です。この踏んだ後に振るっていうのをですね、練習をしてください。それではもう一度いきます。はい、このような形でですね、足を上げて踏む踏む踏むダウンといったイメージで練習をしていくと、この体重移動の動き非常につかみやすくなってきます。実際にですね、マットからやると難しい方はティーアップをして、ショートアイアンから練習していただいても結構です。1本目の動画の素振り、足踏み素振りをやってから、この2本目の動画の練習方法を試していただきたいと思います。ぜひですね、皆さん練習をしてみてください。体重移動をマスターすることによりスムーズなスイングが身についてきます。それでは以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。これからも皆さんの役に立てるような動画レッスンを公開していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また初心者はもちろん上級者の方も必見の無料で学べる動画とテキストによるレッスンを公開しております。こちらもぜひ手に入れてみてください。